どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回の動画はですね、初心者様が、触ったこともない初心者様がどんどんウクレレができるようになるという初心者ウクレレレッスンプログラムの次のステップ、ウクレレ中級リズム練習動画という次のフェーズに入ってくるという動画になっております。そしてですね、その、初心者ができるようになるというプログラム、ここにリンク貼っておきますので、そこを見てまたこの動画に戻ってきていただきたいと思うんですけど、今回はですね、8ビートのリズム、中級になりましたからね、ちょっと深めていこうと思います。初級の最後の第6弾のところで8ビートマスターしたと思うんですけど、8ビートのやつここでね、おさらいしてくださいよ。8ビートこんなやつですよ。こんなやつね。はい、おさらい今やってますけど、これが8ビートというリズムになります。はい、でこれのちょっと応用編です。中級なんでね、ちょっとレベルアップしようと思うんですけど、その弾き方はですね、まずこんな時どうするか、ドン、このコード進行出てきた時に8ビートどうやって弾くかというところを深掘りしてみたいと思います。1ブロックにコードが2つ入ってきた時の8ビートどうやって弾こうか、はい、ここから、深めていこうと思います。まず第一に一番基本となる感じのこの1ブロックに2個のコードのやつを弾いてみようと思うんですけど、このコード進行を見てください。 C と F と G7、はい、C から行って F と G7 が1ブロックに2個入っています。これ8ビートでやります。まず第一のパターン、これを基本にしておきましょう。 1,2,3,4、ここですよ。わかった？じゃんじゃじゃんちゃちゃん、じゃんじゃかじゃんじゃか、はい、じゃんじゃかじゃんじゃかです。つまりこの図で説明すると、じゃんじゃじゃんちゃちゃんが8ビートの基本でしたよね。はい、今の1ブロックにコードが2つ入ってるパターンはこう考えます。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃです。つまりここを2回弾く、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃ、はい。これが一番基本的なやつです。もう一回ちょっとおさらいしましょう。1,2,3,4。 C から行って、じゃんじゃかじゃんじゃか、 C から8ビートやって、じゃんじゃかじゃん、もう一回ちょっとやろうか、じゃんじゃじゃパチャチャ、 F から G7、 じゃんじゃじゃパチャチャ、 F から G7、 はい、この弾き方を一応基本にしておきましょう。はい、そしたらほら曲の中で出てきても、ひとまずこれをやっとけばひとまずは大丈夫です。そこから次これを発展させていこうと思うんですけど、よく最近のガズレレ動画だったら出てくるこのマークっていうのがあります。この矢印マークはシンコペーションというリズムで、リズムが前にスコーンと入ってくるっていうふうに説明をしているんですけれども、ですね、ちょっと表を見ながら見てみましょう。あ、いいですか、この表を見ましょう。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。これ基本のやつですね。はい。で、シンコペーションのパターンはですね、じゃん、じゃんじゃじゃ。ここでコードが変わるんですよ。この点で。いいですか、今ちょっとペンで書き込みますね。ここから、こんな風ですね。だから、こんな風になります。じゃんじゃ、ここまでが F で、ここが G7 ですよ。はい。G7 が1個前に食い込んでくる。だからここに矢印が書いてあって、シンコペーションマーク。じゃんじゃ、ここが F。アップで G7。はい、もう一回。じゃんじゃ、G7 じゃじゃん。じゃんじゃ、じゃんじゃじゃん。はい。この図でわかると思いますね。こっから G7 が始まりますからね。ここのライン、この点から。これが矢印のシンコペーションのパターンです。ちょっと練習しましょう。1,2,3,4。アップ。はい。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。じゃんじゃ。アップ。はい。体を揺らしてください。こうやって感じ。変わるシンコペーションの時に、今みたいに1,2,3,4とか1,2,3,4ってやるのがポイントです。結構言えないと思います。1,2,3,4 1,2,3,4とかになっちゃうんでね、体とこうリズムは1,2,3,4 1,2,3,4、この4カウントをキープしたまんまアップで、食い込んでくるイメージ。もう一回やってみます。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4、滑らかにいくといいですね。基本的にはこうやって4つで、取れるのが基本になってます。そして、一応参考までに言っておきますけど、これがきっちり取れるようになったら、こういう体動かし方もいいです。1,2,3,4。こういうのあるじゃないですか。ギタリストがよくやるやつ。これね。
これはですね、この4つで取れるっていう前提があってあの動きやってくださいよ。あのキース・リチャーズみたいなやつですよね。ダンダダンとか やりたいですけどね。あれ4つでこうちゃんとカウントができてないとあれずれるますからリズムが。まずはこのちゃんとこう4つでリズムを取った中でこう分かってる中でのこう体の動きと思っててください。ダダンダダン1、2、3、4、1。結構難しいと思います。1、2、3、4。なんか変なところでこううーってなるから、その浮遊感を楽しんでいただければと思います。これ結構シンコペーションよく出てきます。で、昔のガズレレ動画では口では説明してますけど、この矢印マークは出てきてないのもあるんで、それ演奏聞いてね、あ、これシンコペーションだなと認識して、やるときに、演奏するときちょっと注意してやってみてください。じゃあ次の弾き方のご案内なんですけど、ちょっと似たような感じなんですけど、今度はね、ちょっとこの青いところ忘れてくださいね。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、こっから変わるパターンっていうのもあるんですよ。はい。今度はどうするかというと、ここから、ここに線を書きますよ、縦に。そうすると、じゃん、じゃ、じゃん、ドドン。ここの2個だけ G7 っていう弾き方とかもあったりします。一応参考までにね、こういう時はまあ、なかなかレアですけど、曲調によってはこういうの出てきます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じですね。C からやると、じゃん、こういう風にこの点の中で行ったり来たりするっていう曲によっては出てくるんですけど、これはあんまりレアなケースだと思いますね。あとね、こういうコード進行出てくることはたまにあります。これを8ビートでやろうと思うときに、まあ一個考えられるのはこうですね。ワン、ツー、スリー、フォー。わかった？ 1、2、3、4。はい、このパターンは、さっきの線がですね、どこに入ってきてるかというと、ここに入ってきたパターンですね。ここ、ここ。そうすると、コード表記をすると、こうなるんですよね。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。1、2、3、4。まあ、みたいな、そんな感じ。なんで、8ビートの中で、ワンブロックコードが2個出てきた時はですね、いろいろ弾き方があると思っておいてください。一応、今出てきてるのは基本の、じゃんじゃかじゃんじゃかっていうのがあって、その次、よくあるパターンとしては、シンコペーション。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。はい。その次、結構レアめなパターンとしては、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。さらにレアなものとしては、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。最後の1回だけのパターン。一応この4パターンをこのワンブロック2個の中では、ご紹介しております。というわけで、出てきたフレーズを使って、ちょっと8ビートの、練習をしてみましょう。こういうフレーズを、練習題材に使いたいと思います。まず最初 C はいいでしょ。次は F と G7 が入ってるブロック。ここは何も書いてないんで、基本形の、じゃんじゃか、じゃんじゃか、というやつでやろうと思います。その次、C と F の、まあ、ワンブロック2つなんですけど、F の前に矢印が書いてあるから、これは F でシンコペーション。じゃんじゃじゃんって感じですね。次も同じように G7 と C で C の前に矢印が書いてあるんで、C が、じゃんじゃじゃんってこういう風にシンコペーションでいこうと思います。これをですね、体をこうやって揺らして、リズムをちゃんとキープしてね、いろんなリズムが入ってくる中でこう、ちゃんとドライブ感を持たせて、こう、テンポが乱れないようにやるのが目的ですから、ワン、ツー、スリー、フォーとか体を揺らして、やってみましょう。ちょっとゆっくりめでいきます。ワン、ツー、スリー、はい。C はいいよね。じゃん、じゃか、じゃん、じゃか、じゃん、じゃ、じゃん、じゃ、じゃん、じゃん、じゃ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 、じゃん、どうですか？じゃ、じゃん、じゃ、じゃん、じゃ、じゃか、じゃん、じゃか、じゃん、じゃ、じゃん、じゃ、じゃん、じゃ、じゃ、じゃん、じゃ、じゃ、じゃん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 、ちょっと早かったかな。どうですか？いろいろリズムがこう、あるとちょっと頭混乱するでしょ？はい。で、シンコペーションの時の、さらに脳トレ言いましょうか。ちょっと、この C と F と G7 と C でやりましょう。じゃんじゃじゃん、膝。ここで膝ですよ。じゃんじゃじゃん、ちゃちゃ。じゃんじゃじゃん、ちゃちゃ。この膝で3拍目ですからね。1、2、3、4。1、2、3、4。この膝叩くっていうのは8ビートの基本でもちょっと練習したんですけど、これ難しいですよ。じゃんじゃじゃん、ちゃちゃん、じゃんじゃじゃん。
ちゃんちゃんちゃん。はい。これできる、余裕出てきたらこの膝を叩いて3拍目があるという、あの例の自分の体へのメッセージもやってみましょう。この膝どこで入るか。図で、消化するとこんな字よ。こんな感じ。じゃん、じゃ、じゃん。ここでコードが変わったわけじゃん。で、ここの後に膝だからね。じゃんじゃ、じゃんじゃじゃん。じゃんじゃじゃん。膝、じゃんじゃん。はい。これ難しいですから、ちょっと取り組んでみてください。ではですね、さらに次のステップ行きましょう。たまに出てくる、シンコペーションと応酬っていうパターンがあります。どうも見てください。矢印めちゃ多いしってやつでしょ。これはね、全部、C の最初以外は全部矢印がついてる。こういう曲もたまに出てきます。これは一個の脳トレの面白動画として、トレーニングとしてやってみてください。行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。わかりました。全部矢印だからアップでコードが変わります。8ビットの中で。これは相当脳トレだからどこに自分がいるのかわかんなくなっちゃう。もう一回やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。C はいいよね。はい、次。はい、アップで F。アップ。また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 アップ。はい、体ノリノリで。ほい、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 これできたら結構すごいですよ。だから、ガズレレのこのね、今中級レッスンをやってるんですけど、この脳トレっていう意味がわかります？これだから、ここまでの曲はなかなか出てこないかもしれないです。こうやって練習しとくと、シンコペーションの応酬の曲が出てきても、そんな慌てらずに済むというのがありますんで、今みたいな感じでこう、面白かったパズルのようにこう、頭を考えてね、それでもやっぱ体を4つに乗せる、これがね、練習でございますから、はい。こんな練習方法も1個あるということで今日ご紹介しておきました。ちょっとこの辺で、皆さんも頭もカッカしてんじゃないですかね。こういう脳トレ的要素も難しいんだけどできると楽しい。こういうの味わってもらいたいんですけど、ちょっと疲れだからね、ちょっと休憩があったらお知らせしたいことがあります。ウクレレの練習ここまでしてきた方、あれこういう時はどうなんだろう、あれこうなったらこれ不便だな、私できてるのかなとかいろいろ疑問が湧くと思います。その時に私がね、そういうことを質問を想定したことに答えているウクレレお役立ち動画というページがあります。ここでリンク貼っておきます。もしかしたらそこにあなたの疑問に答えられる何かがあるかもしれません。8ビート弾きながら一緒に歌えないだとか、なんかいろんなこと、例えば弦の交換なんかもそこにも書いてありますからね。まずそこをチェックしておくといろいろ役立つと思いますので、ぜひ必見です、ここは。はい。それとあともう一点、自分のやりたい曲を探すときにガズレレホームページの曲検索のとこからも探せますけれども、普通に Yahoo とか Google で曲名をやりたい、やってみたい曲名を入れて、スペースを空けて、ウクレレとかガズレレとかやると、私が1000曲以上もアップロードしているレッスンとか出てくると思いますのでね。ちょっといろいろ探ってみてください。やっぱどうせ練習するなら、ご自身の好きな曲でやった方がやっぱり上達早いと思いますから。はい。そんなわけでガズもね、なるべくこういろんなタイプの曲を毎日アップロードできるだけしてるんで、いろんな曲探してね、あ、これ私好きな曲だなっていうことで練習しないと、ちょっとね、上達の速度がやっぱだいぶ差がつくと思いますね。で、いつも言ってるんですけど、大きな声で体を揺らして楽しい気分で楽譜ずっと見ない。こんなことですよ。いつも言ってるやつ。音楽はね、音を楽しむから音楽。これは忘れないでください。というふうに、ちょっと休憩、今休憩になったかな？まあ、休憩しながらやってください。じゃあ、今日の一応、おさらいを、やります。まずじゃあ C と F と G7、このコード進行で確認しますね。最初の C は、いいでしょ？普通のやつは、じゃん、じゃか、じゃん、じゃか。じゃん、じゃか、じゃん、じゃか。はい。次のバージョンは、シンコペーションの前に食い込むパターンいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。C から F、G7、はい。1、2、3、4。体4つでやるのが結構難しい。次は結構レアなパターンなんですけど、こういうのもあり得るということです。ワン、ツー、スリー、フォー。1、2、3、4。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。F から、じゃんじゃん。じゃんじゃんが G7。じゃん。G7、はい、こういうこともあります。で、まあ最後のパターンはこれ、たまに出てくるこんなやつ。ワン、ツー、スリー、フォー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 。はい、最後の一回変わるパターン。こんな感じの、リズムの変化が一応あるかなということでございます。まあ主にはやっぱりじゃんじゃかじゃ一番目の基本のやつとシンコペーションが多いと思うんですけど、まあ詳しくはその動画とかその原曲のを聞いてですね。それね、聞くのをおすすめしますね。私のレッスン動画では分かりやすくやってますけど、普段皆さんが聞いている、
プロの方の演奏とかをよく聞くと、あ、ここ今シンコペーションだったなとかね、そういうことに気づいてくると、また音楽がこう感じ方が変わってきますから、はい、いろんな聴き方、また新しい聴き方が分かるというのもこのウクレレの面白いところでございます。さあ今回はワンブロック2個の8ビートどうするっていうところの、ちょっと深掘りをしてみました。いかがだったでしょうか。これをやることで、ね、いろんなこう曲出てきても、ね、慌てずに進めますからね、じっくりやってみましょう。そしてこの今進めてるプログラム、初心者レッスン動画プロジェクトから始まって今中級になってますけど、この一連の並びのそのページをここに貼っときますんで、これからもどんどんこのページを軸にだんだんレベルアップしていってください。さあじゃあガズレレのお知らせをしたいと思います。この使ってるウクレレ、これはガズがプロデュースしているガズのわがままウクレレ、わがまま用を通しまくったウクレレということで、オールタンバオールハンドメイドで1本ずつ作られているベトナム製のウクレレなんですけど、これも販売しております。あとはですね、ドンガズレレ初のアプリがリリースされました。こちらもですね、もう本当にね、いい機能が満載、これからもどんどん増えていくんですけど、ひとまずね、スマホやタブレットに落としといてください。でちょっと眺めてみながらですね、もう相当なダウンロード数をいただいてるんですけど、まだまだこれもね、どんどんこう付加価値がついていくんで、お楽しみにしといてください。あとはですね、いつもご紹介してるんですけど、このガズが書いている本、楽譜の本ですね、はい、こっちは100曲、こっち50曲だって、それをもう人気曲もすごい簡単に弾けるというやつことでこれが売れてるんですけど、この中の最初の方にも、リズムレッスンとかでこれ8ビートとかこういうページもありますんで、この本でも確認できる、さっきのガズレレシピアプリでもそういうことやってますけど、まあこの本とにかくもう今で4万部も売れてらっしゃるということで、もう本当ありがとうございます。この本がなぜ売れてるかというと、簡単楽しい楽だからです。はい、ご活用ください。すべてのこんなことの最新情報、このガズレレ .com ホームページに出てるリンク、ここにホームページリンク貼っておくんですけど、ここ見てくれたらガズレレのことも本当まるっとわかるんで、ぜひお気に入りブックマークに登録していただいて、まあ、毎日チェックしていただいてもいいと思います。まあ、私ブログも書いてるし、そこでいろいろわかることも多いので、ぜひホームページ見てくださいね。そこは曲選んだりもできるわけですから、はい、よろしくお願いします。じゃあこれからもどんどんリズムとか音楽もさらに楽しんで深めていきましょう。本日はこちらで終わりになります。ありがとうございました。さよなら。